え皆さん、こんにちは。ということでね。ちょっと手短にやりたいと思います。手短にね。えぇ、金城天皇、なる人ですね。今ね。なる人が天皇ですけども。えこの人の、え今年の誕生日、2019年2月23日でしたね。えそれから、え8月21日、 ですけども池これがねディズニーで、えー、なんか写真撮ってたということなんですけども、まあ、合成写真という人もいましたけどもまあ分かりません詳しく見てないので、えー、この21日ね、えー、どれだけあったかこれ見るとね、えー、180日です。ねね日です、ねえー ということでね、18っていうのはね、666ですよね、いつも言ってますけども、9にもなりますしね、えそれから22日、この次の日、ジーソミエ吐きとか、IR の話とか出てましたね、えー、この日はね、181日です。ね、次の日ですから18、181なんですけども、ここをよく見てみてください、これ。 6ヶ月なんですよ。ね。6ヶ月目。ね。誕生日からね、6ヶ月目なんです。確かね、3ヶ月目はね、5月22日になると思うんですけども、その日もね、やらせ事件がね、田口淳之介の事件とか、根本智樹のやらせ、サニーライフ北品川の事件とか、 えー、これがありました。これがね、確か3ヶ月前だったと思います。あ、3ヶ月後だ、3ヶ月目だったと思います。今度はね、6ヶ月目ということでね、えぇ、ー、いけ、じゃないわ、g ソミアとか、の破棄とか、IR の問題とか、ね、こういうのが出てきました。ね、背後に、 えー、なる人とかそういうのがいるってことなんですよね。こういうのはね。6ヶ月。ね。目です。えー、そして、23日も何かったっけな。まあいいや。24日、今日、北朝鮮のミサイルが飛んできてみ、飛んできてましたけども、これは、 これね、183で、えー、6ヶ月と2日ですから、あんまり絡まないんですけども、こっちはね、逆にします。えー、っと、ここを、あ、ここね、今日にします。ここ今日にします。ね。8月24日、北朝鮮が、えー、飛翔体短距離ミサイルを飛ばした日、それからね、 次の誕生日。来年の誕生日ですね。来年の誕生日の2月23日。これ調べましょう。するとどういう数字が出てくるか。するとね、184日っていうのが出てきますけどもね。これ6ヶ月なんですよ。ちょうど6ヶ月なんですよ。誕生日まで。ね。6ヶ月。 ね、6month 書いてますよね最終日を含めて including the end date って書いてます最終日含めまして最終日の2月23日も含めて来年ですね今日から2019年から8月24日今日から北朝鮮が視聴隊また飛ばしたという日から 6ヶ月と誕生日まで、ね、どっちも6ヶ月6ヶ月あの IR もあのジーソミアも6ヶ月そして生け入れ確保は180日前と他にも何かあったんじゃないかなえっ、ー、と21日ねちょっともうお調べてないですけどもまあとにかく最近ジーソミアジーソミアって言ってるのはね えー、ちょうど、誕生日から、ここが2、2月23日から、あごめんなさい2、2月23日から、えー、っと、8月の22日でしたから、発揮したのがね、これが、ちょうど6ヶ月ということなんですよ。ということは、もうわかりますね、皆さんね。 6ヶ月、あ、ごめんなさい。3ヶ月、なる人の誕生日から3ヶ月、6ヶ月、というふうにこう来たということは、次は9ヶ月目ですよ。ね。9ヶ月目に、また、やらせが起こるということですよ。こういうふうなね。騒ぎますよね。田口淳之介の時もね、大々的に、 えー、騒ぎます。今回もジーソミアみたいにね。<laughs> すごい騒ぎますよね、メディアね。そして、何ですか。次は。9ヶ月目じゃないですか。ねそれか、逆に今度は3ヶ月前ですよ。 誕生日の3ヶ月前とかね。誕生日から9ヶ月目とか。誕生日前の3ヶ月とか。ね。もう6ヶ月目は今回でこれやりましたから。ね。あとは3ヶ月か9ヶ月かっていうのが出てくるわけですよ。ね。その日にまた、やらせが起こると。いうことでね。 えー、よかったら調べてみてくださいいつがねその日になるかねその日にね必ずやらせが起こると思いますから、ね、ということで終わりたいと思いますね3六九ですそれでは皆さんまた もう北朝鮮のミサイルがそもそも嘘っていうのがもうみんなもうバレバレじゃないですかあのインチキミサイルね,ね本当に飛んできてると思ってる人いるんでしょうかねいまだにねもういないと思うんですけどもねうんどんぐらいの人が信じてるんでしょうねあれねミサイルがと飛んでるっていうのはねまあこういうのもね利権確保ですね 予算確保というかね、えー、こういう敵がいないと仮想敵国がいないとね、えー、ネオコンというのはね、えー、死の商人、ね、そういう人たちはね生き延びられないんですね。うん、軍事予算、うん、こういうのを取れるわけですからこういうね煽ることによって。ね 莫大なお金がこういうのにね、投入されるわけです。ね